僕のヒーローアカデミア、ドラマ CD 幽霊が来た。多くの学校で様々な怪奇現象がまことしやかに噂されているように、幽霊校にも幽霊七不思議と呼ばれる怪奇現象の噂が代々語り継がれている。一つ、夜になると音楽室にある作曲家の肖像画の目が光る。二つ、校庭で一本だけ季節外れに咲く桜の木のたもとには死体が埋まっている。三つ、二年生の教室に決して開けることのできない扉がある。四つ、図書室の本棚に並んでいる本が夜の間に入れ替わっている。5つ、午前3時ちょうどに玄関にある鏡を見ると鏡の世界に閉じ込められてしまう。6つ、理科実験室にある骨格標本が夜な夜な校舎を徘徊する。そして7つ、この物語は幽霊七不思議の7つ目の不思議に挑むこととなった一人の少女の恐怖の記録である。ああ、ようやく今日の授業が終わった。ねえねえ次郎、帰りコンビニ寄ってアイスでも食べてかない？いいね、行こっか。次郎、足だ。雷七、二人ともサポート課で噂になってる話知ってっか？噂？何？実はさ、サポート課の生徒が自作したサポートマシンの実演のために訓練施設に行ったら、そこで出たらしいんだよ、幽霊が。幽霊？その幽霊が出た訓練施設ってもしかして廃校舎さ。やっぱりそうなんだ。廃校舎の幽霊？何それ。ジロー知らないの？幽霊七不思議その7、夕方になると訓練施設にある廃校舎に幽霊が出る。バカバカしい。何が七不思議よ。高校生にもなってそんなヨタ話信じてるの？そんなの根も葉もない噂に尾ひれがついて大げさになっただけだって。ところがそうとも言い切れないのさ。アホの雷にしては嫌に自信満々じゃない。どういうこと？訓練施設にある廃校舎は施設用に作ったものではなく、廃棄された学校の校舎を丸ごと移築させてるんだと。私も知ってる。昔その学校にいた生徒が個性を暴走させた大事件があって、それが原因で学校が閉鎖されたんだよね。ああ、廃校舎に出る幽霊はかつて個性を暴走させた生徒なんじゃないかって。ひゃー、おっかないね。何言ってんの。あんたたちが今まで言ったこと全部噂レベルで、本当かどうかなんて何一つわかんないじゃん。どうせ幽霊だって誰かの個性を見間違えただけでしょ。次郎は幽霊七不思議を信じてねえのか。当たり前でしょ。幽霊も怖くねえんだ。いないものを怖がっても仕方ないって。そっか、それ聞いて安心したぜ。次郎頼む、このお札を訓練施設にある廃校舎の教室に置いてきてくれ。お札？このお札をお供えすれば幽霊はおとなしくなるんだってよ。なんで雷がそんなもの持ってんのよ。いや、さっきサポート課の女の子たちに声かけたら、ヒーロー課は人々を救うための学科なんだから私たちを助けてくださいっていきなりお札渡されちゃったんだよね。ああ、なるほど。雷が幽霊七不思議の話題を振ってきた理由がわかったよ。うちも理解した。つまりアホの雷は女子たちに頼まれ、ヘラヘラ笑いながら廃校舎に行くのを引き受けたわけだ。その通りだぜ。自慢げに言うな。ま、そういうわけなんで、お札のお供えよろしくね、次郎。なんでうちが。次郎は幽霊七不思議を信じてなくね。もちろん。幽霊だって怖くなくね。当たり前。なら廃校舎に行ってもよくね。なんでそうなるの。頼むよ次郎、俺幽霊怖いんだよ。だったら最初から引き受けんな。女子に頼まれて鼻の下伸ばして引き受けたのはあんたでしょ。だったら自分で解決しなよ、こんなアホ雷。いやー、全くおっしゃる通りなんだけどよ。いいじゃん次郎、引き受けてあげなよ。雷怖がってるし。
それに困ってる人を助けるのはヒーローの務めだと思うよ。そりゃそうかもしんないけど、じゃあさ、アシドも廃校舎へ一緒に。それは無理。私幽霊のナッシギ信じてるし、幽霊とかもっとダメだから。さっきまで嬉しそうに噂話してたじゃん。それとこれとは話が別だってば。ジロー、ヒーロー化のためにもここはお願い。頼むジロー、うまくいったらアシドの学食おごっから、食後にアイスもつけるな。なあ、もう仕方ないな。さすがジロー、頼りになる。そう言ってくれると思ってたぜ。はい、これ訓練施設への入場許可書な。雷用意良すぎない？ドラマ CD だからな。身も蓋もないっつーの。ねえねえジロー、幽霊見たら後でどんな感じだったか教えてね。女の幽霊だったら可愛いかどうかだけでも教えてくれ。あの貞子みたいなのパスな。見境なさすぎだろ。アホの雷のせいで市内でもいい面倒を引き受ける羽目に。何なのよ。もジロ、常闇どこへ行く？校門は反対側だが。いや、実はさ。なるほど、幽霊七不思議か。本当バカバカしいでしょ。何が幽霊だか。それとも常闇はそういうの信じる方？俺は目に見えたものしか信じん。幽霊をこの目で見ていない以上、いるともいないとも断言できぬ。常闇らしい意見だね。ま、そういうことなんで廃校舎に行ってパパッとお札置いてくるよ。待て。俺も一緒に行こう。どうして？先ほどの説明で、次郎はかつて廃校舎で個性の暴走事件があったと言った。確かにそう言ったけど。ならばその廃校舎に個性が残っている可能性がある。個性が残る？ミネタの個性がいい例だ。奴の超くっつくもぎもぎボールは、本人がその場から去っても個性を発動し続ける。その残っている個性が幽霊の正体？確証はないが、幽霊の存在よりも可能性が高い。もし個性が廃校舎に残っていて、それが人々に害を及ぼすようであれば対処せねばならん。ヒーロー化に属する者ならなおさらだ。常闇、行こうジロー、俺たちはヒーロー化だ。ここが廃校舎か。初めて見たけど、確かに何か出そうな雰囲気あるね。カラス鳴いてるし。ジロー、校舎の中はどうだ？イヤホンジャックで音を探ってみたけど、中からは何も聞こえない。人の息遣いや物が動く音も、人の気配も個性が使われている様子もなしか。ならばやはり幽霊の仕業となるが。やめてよ常闇。鬼が出るか蛇が出るか、ともかく入ってみるしかないな。結構暗いね。しかし窓や壁の亀裂から日差しが入ってきて、一応視認はできる。ダークシャドウ。はいよ。周囲を見張れ、警戒を怠るな。はいよ。日が落ちる前に調べよう。俺のダークシャドウは闇が深くなると制御が困難になる。うん、わかった。落ち着けジロー、廊下がきしんだだけだ。うち何ビビってんだろう。幽霊なんかいるはずないのに。こんなんじゃヒーロー化失格だって。暗がりの中で恐怖を感じることは何ら不思議ではない。恐怖は想像力の産物。逆説的に言えば、それだけ物を考えているということだ。何も考えないものより恐怖を感じるものの方が不測の事態に対応できると俺は考える。正直言うと、俺だってこの状況は不気味だと感じる。恐怖を和らげるためには？何でもいい。安心できるものを探せ。安心できるもの。じゃあさ、常闇の制服の裾、掴んでってもいい？構わん。それで恐怖が紛れるならな。
ありがとう。男子の服をこんな風に掴む時が来るなんて。おい姉ちゃん、何ときめいてんだ。イチャついてんじゃねえぞ。赤い麦わら帽子でもかぶるか。おお、何言ってんだよこいつ。すまん次郎、闇が深くなってダークシャドウが凶暴性を増し始めてる。ダークシャドウ、黙って周囲を見張れ。うっせえな。いいからやれ。わかったよ、やりゃいいんだろ、やりゃ。口悪っ。ここがお札を置けと言われた教室だな。多分。ダークシャドウ、人の気配は？誰もいねえ。もぬけの殻だぜ。確かに静かだ。個性が発動しているようにはとても思えん。要するに幽霊七不思議なんて嘘っぱちってことでしょ。幽霊なんかもいない。さあ、一応頼まれたしお札を置いて帰ると。えっ、どうした次郎。廊下側の壁。これは人が光ってる。いや違うな。亀裂から差し込んだ日の光が人の形になって反対側の壁に投射されているだけだ。あ、本当だ。亀裂に手をかざすと光が消える。太陽の軌道を考えると夕方にだけ壁の亀裂に日が差し込むようだ。幽霊は夕方に出る。なるほど、噂通りというわけか。つまり個性でも幽霊でもなく、ただの自然現象だったってこと。ああ。まったく人騒がせな。確かに奇遇だった。だがこれで廃校舎に怯える人が少なくなるのなら、俺たちはヒーロー家としての責務を果たしたことになる。違うか。うん、そうだね。ありがとう常闇、一緒に来てくれて。礼には及ばん。あ、人の形をしてた光が消えた。そっか、日が落ちて。いかん、ダークシャドウ戻れ。嫌なこった。戻れダークシャドウ。なんでこんな暗くてジメジメした場所にいなきゃなんねんだよ。ぶっ潰してやる。常闇、やめさせて。やめろ、ダークシャドウ。やってやんよ。ジロー聞いたよ。昨日廃校舎で個性の暴走があったんでしょ。え、あ、うん。て幽霊は見たの？え、あ、まあ。すごい。夕方になると訓練施設にある廃校舎に幽霊が出て個性を暴走させる。幽霊七不思議その七は本当にあったんだね。まあね。言えない、本当のことなんて言えない。